さすが浩二さん、今回もトカゲの尻尾切り成功。ちょろいぜ。言葉に気をつけろ。あれはただの不慮の入り口が崩れたのが魔獣が急に襲ってきたせいだし、ボスが起きたら中の二人が危険だから。分かってますって。だったらお首にも出すんじゃねえって言ってんだ。とにかくダンジョンから出るぞ。調べたいこともあるしな。あっちに敵がいるぞ。焦げちまうぞ。閃光玉食らいやがれ。気になりゃこんなもんだぜ。適当に行こうぜ。さあ、あっちに敵がいるぞ。行くぞ。おりゃ。ふっ。それ。目に染みるだろう。楽勝だったな。そんなに急ぐなって。あっちに敵がいるぞ。でも湧いてきやがる。お前ら片付けろ。いい加減にしろよ、しつこいぞ。ああ、しつこいってなんだよ。監視家だってバカじゃないんだ。同じだからどうだっつんだよ。ゲートが閉じちまえばそれまでだ。証拠があるかどうかじゃない。一度疑われたら監視家の奴らにずっと。全部事故ってことにすりゃいい。何の事故もなしに。やめろ。うまく言い繕うことでも考えてろ。俺にも考えがある。それよりも
ハヤトさん、何かいい手でも大したことじゃねえよ。尻尾が二つじゃなくて一つになるかもしれねえってことだ。俺の考えが正しければかなりの大金が手に入るからな。本気になりゃこんなもんだぜ。そんなに急ぐなって。あっちに敵がいるぞ。どりゃおりゃ、どりゃおりゃ、焦げちまうぞ。さ、目にしみるだろ。さ、あっちに敵がいるぞ。どりゃ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 、これでも食らえ。行っちまえ。はずだが。ああ、ジュン、何が言いたい。いや、コウジさんを責めてるんじゃなくて、俺の立場もちょっと。この前の尻尾切りの時なんて俺が対処したし、監視下で俺だけ集中的に取り調べされてる間、コウジだから。今回も似たようなことが起こったら。おい、俺がわざとや。違うって、怒らないでよ。今からでも遅くないから。アホか。あいつらが助けてくれてありがとうござ。もう怒ったことは取り返しがつかないんだよ。じゃあ俺のことはどう。お前は運が悪かっただけ。さっきやめろって言ったのが聞こえなかった。ハヤトさん、俺じゃなくてジュンが。コウジ、黙れ。わかり。ジュン。はい。次の尻尾になりたくなかったら黙って言うことを聞いて、おとなしくしていれば本体にいさせてやる。はい。さあ、あっちに敵がいるぞ。おりゃ、先行玉くらいだ。行くぞ。行っちまえ。強化。
本気になりゃこんなもんだぜ。アヤトさん、どうします？弱いのから片付けろ。お前ら、人を殺したことがあるか？水代さん！なんてこと！どうして忘れていたんだ。ここはどこよりも弱肉強食の世界じゃないか。システムが俺に殺人を強要する。システムが必要としているんだ、強い俺を。なるほどね。システムは俺を利用し、俺はシステムを利用する。おい、まだ生きてんぞ。コージ、手加減すんな。いや、手加減なんてしてない。け、そこだ。け、ふん、すぐに終わらせてやる。傷に突き刺せ。どんな手を使ったのか知らねえが、油断は禁物だ。コージ、やれ。取ってみよう。突撃！切り刻んでやる。これで終わりだ。少年、遅い。遅い。取ってみよう。見せてやろうじゃねえか。化け物みてえな野郎だが、ボスと7人のハンターを相手にしたんだ。もう余力がないはずだ。切り刻んでやる。見ろ。そこだ。バス、これで終わりだ。一瞬で切り裂いてやる。終わりだ。燃えてしまえ。丸見えだ。無駄だ。突撃。逃げる。痛みを知る前に。だけつ切り刻んでやる。こっちの番だ。途絶えた。すぐに終わらせてやる。取ってみろ。突撃。切る。丸見えだ。そこだ。
せてやる。燃えてしまい、これで終わりだ。突撃キル。休ませないだ。正面遅い。傷に突き刺せ。痛みを感じる前に突撃キル。この俺が負けるだと。死ねや。右京さん、あんたは強いだけど、一つ残念なことを教えてやる。俺はな、絶えずレベルアップしてんだよ。おい待て、殺すな。金なら返す。ダンジョンで起きたことは外部に漏れないと言ってなかったっけ。てめえ、俺の弟が誰だか知らねえのか。いいじゃん。あれはどうしよう。水島さん、命だけは。ダンジョンが閉ざされようとしてる。急いで。ああ。悪くない戦いだった。お兄ちゃん、諸菱って人知ってる？え？その人から電話。まさか、諸菱くん。ここです。要件は？水島さん、実は。断る。あの。聞かなくたって分かりきってる。何かと思えば。20回だけ。いえ、せめて19回だ。まさか。ギルドマスターになるために免許を、レイド経験20回以上のハンターであること、あと19回参加しなくちゃいけないんです。そうよ。実は父がギルドを、父が S 級ハンターをマスターに起用し、副マスターには僕の兄。マスターと副マスター間の摩擦は避けられないはずだ。経験を積んでお父さんを。水篠さんも仲間が必要でしょう。僕も E 級ハンターを連れてレイドを無事成功させたと言われる。それで報酬は？ギルドの事務所に使おうと建ててる建物です。推定時価は30億ですが。一つ条件がある。君と俺、二人で行くこと。僕と水篠さんの二人。人数合わせを雇うんだよ。でも危険すぎません？俺たちが無事なら全員無事。お父さんに実力を認めてもらう。ああ、なるへそ。ウォーミングアップでもするか。珍しいじゃん。お兄ちゃん、最近すっごく張り切ってるしね。遅いと置いてくからな。お兄ちゃん、ちょっと早すぎ。もう終わりか。シークレットクエスト、望むものと必要なものか。
服されたランダム、まさか。まさか、入手難易度 S、 いずれにせよ潜ってみるしかないよな。入手難易度がダンジョンの難易度と同じなら、このダンジョンは S 級、生きて帰れる可能性はゼロ。帰還席があるから、危なくなればそれを使おう。集したハンターはこれで全部なの？これじゃ拉致が開かない。このままじゃ本当に全滅ですよ。ちょっとお姉さん、早く回復してください。なはい、たくしっかりしてよ。なんであんみんながヤバいってわかる。しっかりしてください。ちょっと言い過ぎたかな。うん、あれくらい言わないとあのヒーラーが死んじゃうかもしれないし。君のおかげだな。いつでも凍らせてあげる。はっ、獲物よ。1、2、はい、終わりよ。さあ、これで終わりよ。閉じ込めてあげる。のけられないわよ。よし、死ねろ。燃え上がる力よ。立てろ、一撃。僕もやるときはやるんです。ご報告があります。この間 C 級ダンジョンのレイド、逃げ出したんだろう。よくあることだ。いえ、ボスを倒して出てきました。 D 級の諸菱健太という人物が、そもそも熟練したパーティーなら苦戦するはずがありません。で、何が言いたい？
それくらいの疑念は自分で調べることができる。それがもう一人の生存者が二重ダンジョン事件でも水神。なるほど。でも単なる偶然だ。あの日使った魔力測定用魔法石はそもそも再覚性は滅多に多く、よりによって今回戦死したあの右京隼人ハンターなんです。まさか右京雅人。それは確かに引っかかる。お二人のおかげでレイドがスムーズですね。本当にみんながそれぞれの役割をしっかり。ともかく本当にありがとうございますうちの攻撃隊に合流する。全部嘘ってわけじゃねえさ。ちゃんと黙って。マサト、そろそろ支度するぞ。いつでもいいぜ。一緒に行こうか。あそこにいるぞ。だもしかしたら、せや。おい、どけ。出てやろうじゃねえか。前方に敵だ。おい、どけ。
どうしたんです？攻撃に夢中でしくじったようです。しくじった？ゲートの中で人大丈夫ですか？あ、大丈夫です。うちは俺一人で進んだ方がいいんじゃねえか？わかった。緊急事態の時はすぐ知らせろ。誰か俺と一緒に行くならこっち側に来てもいいぞ。じゃあ気をつけ。よし、誰も気づいていないらしい。あとはあいつがおとなしく従ってくれれば。当たり前の結果だ。え？金の匂いがする。前方に敵だ。当たり前の結果だ。え？金の匂いがする。前方に敵だ。私の剣は風をも切ろ。
思ったより早く戻ってきたじゃねえか。ところでなんで一人なんだ。あっちには別の種類の魔獣がいてよ、呪いにかかって一瞬で全滅だ。何っていう理由を作っておいたんだが、でもそんな口実なんて、もあいつ何の考えてみれば、目撃者を全員殺し、どこで話が漏れるかわかんねえし。え、どういうことですか。つまりお前らは全員、お前一体何のつなんだ。兄貴はどうして生き残ったのか聞かれると、血縁だから納得してもらえるだろう。兄貴はただ俺の隣にいたら、殺さないでください、お願いします。残念だったな、俺は自分てめえ楽勝だったな。見ろ。